これより第2回銀河神検定を始めます。動画前半で放送問題を動画後半で前回の検定の回答をします。回答は概要欄の指示に従いコメント欄にて記入しなさい。メモを取っても構いません。それでは始めます。第1、第1は銀河神の配信についての問題です。 問題の答えとして最も正しいものを、あからえの中から一つ選び、記号で答えなさい。問い1、銀河神の配信の回数として正しいものを選びなさい。ただし、メリーフォートナイトは含まないものとします。問い2、銀河神が最後に行った配信の日時として正しいものを選びなさい。 トイさん、銀河神の配信のチャット欄で1個目を取ったことのある人物を全て選びなさい。ダイモンに、ダイモンには過去の銀河神についての問題です。銀河神の過去の名前として正しいものを、あからえの中から一つ選び、記号で答えなさい。ダイモンさん、ダイモンさんは文章で答える問題です。 銀河神の感想を20文字から30文字程度で書きなさい。これで第2回銀河神検定を終わります。続いては第1回銀河神検定の回答を行います。以上で第1回銀河神検定の回答を終わります。